はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、点滴をしているときはね、ベッドの上でね、静かにおとなしくしてるんですが、すごい疲れます。しかし入院が長期になるとですね、これ慣れてきますね。僕は終盤になるとですね、もうしんどかったはずの点滴も、楽しめるようになりましたね。その原因はね、また別の動画でお話ししますけども、最初は動けないというストレスも感じるんですけどね、それ以上に体力も奪われるようにね思います。その抗がん剤もですね、輸血も、抗生剤もですね、特に治療の初期段階や、種類によってはですね、もうほぼ点滴で行われます。しかもそれらはですね、種類によってですけども決まった時間に行われますので、その時間が近づくとですね、ああまた点滴やーってこうなるんですよ。その段階までいけばね、まだマシなんですけども、実は24時間点滴というものもありましてですね、しかもそれは24時間で交換するものじゃないんですよ。僕の場合はですね、8時間で交換するタイプと12時間で交換するタイプっていうのがね、何本かありましてですね、8時間のは夜中の2時とかに交換する種類もありました。点滴疲れでね、夜中はぐっすりこう寝れるんかなとね、思いきやですね、昼間に疲れすぎて昼寝をしてしまうので、夜は余計に寝れませんでしたので、本当に疲れが溜まってしんどいんです。その場合はですね、睡眠導入剤というものをもらうんですけども、なかなか効きませんでしたね。効いても効きすぎる時があるんで、朝に起きへんかったら、食事のね、朝朝食の時にですね、看護師さんにね、起きやー、トントントンってね、起こされるんです。それも余計にしんどいですよね。そのような感じでですね、入院初期のね、点滴はね、非常に疲れます。最初は自分の気持ちがね、病気にね、負けてるんですよ。今思えばなんですけども、それは仕方ないことです。病気や入院なんてね、いきなりやってきますのでね。でもその先には明るい未来がありますので、ちょっと偉そうなこと言ってますけども、僕もまだね、薬飲んで治療中ですけども、今は無事に退院することができました、ね。入院中の患者さんだけじゃなくてね、僕みたいに自宅療養中のね、皆さんもですね、共に頑張っていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。